さあ始まりました J リーグお決まりチャンネル。今回は私しおる一人でやっていきます。よろしくお願いします。さて今回は8月13日に行われた明治安田生命 J1 リーグ2023シーズン第23節名古屋グランパス VS 鹿島アントラーズの試合を解説します。解説といっても名古屋ファンの僕を中心としたファン同士でワイワイと楽しむようなものとなってますので気軽に楽しんでいただけたらなと思います。前日に神戸とマリノスが共に勝利したため優勝戦線生き残りのために何としても勝利が欲しいこの試合を早速見ていきましょう。まずは両チームのメンバーとフォーメーションを確認します。名古屋のフォーメーションは 3-4-3。 前節の新潟戦から負傷の泉に代わって森島が移籍後初スタメン。鹿島の守備を切り崩す役割に期待が高まりました。また久保も移籍後初のベンチ入り。攻撃的なウィングバックの交代枠として試合の流れを変えてくれることに期待が高まります。一方の鹿島は 4-4-2。 出場停止明けの安西選手も戻ってきてスタメン出場となりました。次にこの試合の流れを簡単に振り返ります。前回対戦で堅守速攻という鹿島らしさを前面に押し出したサッカーで名古屋は大いに苦戦した印象が強いためこの試合でもそういった試合展開を予想していましたが、鹿島はボールを保持しアタッキングサードで細かいパスをつないで崩しに来ました。それを名古屋がしっかりとブロックを作って跳ね返すと鹿島はミドルシュートとセットプレーからチャンスを作ります。一方の名古屋は奪ってから手数の少ないカウンターやサイドチェンジを使った攻撃で鹿島の守備陣形が整う前にゴールを狙います。すると前半37分、藤井のサイドチェンジから森下、長井とつないでキャスパーが相手ディフェンスの背後を取るランニング。キャスパーのクロスに大外の野上が詰めて先制に成功しました。後半に入るとより名古屋はブロックを作って守りカウンターを狙う展開に。鹿島がボールを保持する時間が非常に長くなりましたが大きな決定機は作らせません。鹿島が立て続けに選手交代を行いフレッシュな選手を投入すると徐々に名古屋はサイドを崩される回数も増えますがそのクロスをしっかりと跳ね返し続けます。そのまま鹿島にチャンスらしいチャンスを作らせることなく試合終了。前回対戦の悔しさを晴らすホームでの勝利となりました。ではここからこの試合の注目ポイントについて解説します。まずはこの試合の名古屋の守備について少し気になった部分があったのでそこについて解説したいと思います。鹿島は攻撃時ピトゥカ選手をアンカー気味にし両サイドバックに高い位置を取らせてサイドハーフが内に入ってくる形でした。こうなると名古屋の3センターバックに対して鹿島の前線はセンターフォワードとサイドハーフの4倍となりフォーメーションでミスマッチを作り出されてしまっていました。ここに加えて鹿島の攻撃のキーマンである鈴木選手が自由に動いて降りてポストプレーをしたりして他の3人の選手が流動的にランニングをすることで名古屋の守備陣に混乱をもたらすことを狙ってきていたかと思います。このミスマッチを埋めるために奮闘してくれたのが野上でした。相手の前線4枚に対して名古屋の守備陣も枚数を取れるために野上は初期位置では内に絞ってサイドハーフの仲間選手を監視して4バックを形成しすると不利になる大外のサイドバックにパスが出るのですがここにも遅れながらもしっかりとプレスに行って鹿島の攻撃を食い止めてと非常に広いスペースを守ってくれていました。野上が試合終盤に足をつってしまったのは得点シーンのような攻撃参加だけではなくこのように広大な守備範囲を守ってくれていた部分も非常に大きかったかと思います。給水タイムを機に全体的に重心を下げて野上がサイドバックに行きやすくなるような修正もしていましたが野上がウィングバックでもセンターバックでも試合に入るとこの形になりがちかなと思うのでチーム全体として野上のこの守備範囲の広さを頼りにした戦術的判断である部分も多少はあったのかなと感じられます。実際に鹿島が選手交代でフレッシュな選手が投入されて野上が限界を迎えるまでは右サイドから決定的に崩される回数はさほど多くなかったかと思っています。次にこの試合が名古屋でのデビュー戦となった森島について。森島はボールを受けた際にしっかりと止めていつでも蹴れる状態になることで相手が迂闊に飛び込めない状況を作るのが非常に上手い選手だなと感じさせられました。こうなると味方の他の選手はアクションを起こしやすくなりますしタイミングも合わせやすいかなと思います。名古屋の選手にはこういった正のタイプの選手は非常に少ないので名古屋の攻撃にまた新しい風を吹かせてくれるのではないかなと大いに期待できると思います。またそれだけでなく藤井が下で持って少し詰まりそうな時に相手ディフェンスが野上へのパスを狙いに前重心になった背後を狙うランニングもできるなど非常にサッカー IQ の高さを伺わせました。まだまだ連携面で森島が欲しいタイミングでボールがもらえてないなというシーンもありましたがそれでもすぐに動き直して次のタイミングを伺っていて今後森島が中心となった連携で崩して得点を奪うシーンが増えるのではないかなと非常に期待できるなというふうに感じました。ということで今回は J1 リーグ第23節名古屋グランパス VS 鹿島アントラーズの試合を解説しました。
鹿島が前回とは違ったサッカーをしてきたこともありますが、セットプレーをしっかり守りきって、あの悔しさを晴らす勝利となり、リーグ戦ホーム無敗を継続、上位2チームにしっかりと食らいついていくことができました。さてグランパス次の試合は8月18日金曜日、浦和レッズとのリーグ戦アウェーゲームとなります。この試合は浦和ホームの試合となるので、キャスパーが出ることができません。さらに泉は怪我、マテウスは移籍と、つい先日の天皇杯でゴールを奪った3人がいないという大きな山場となります。夏加入の新戦力の活躍に大きく期待したいと思います。こちらの試合も後日解説予定となります。チャンネル登録高評価をしてお待ちいただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いします。またこのチャンネルではガンバ大阪横浜 F マリノスの動画もアップしています。今回はガンバとマリノス直接対決となったので、双方の視点から見た動画となっていますので、ぜひぜひご覧になっていただきたいなと思います。ということで今回の動画は以上になります。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。